すっぴん、はてなはてな、すっぴんです。ちょっとさすがにメイクした方がいいかなと思って、今からちょっとずつメイクを始める。今日はマジ眠り姫、眠り姫でした。めっちゃ寝た。でもね、このね、この睡眠をした分、なんかね、寝てる間になんかいろいろな脂肪が燃焼されたかもしれん。なんかめっちゃすっきりしてる。めっちゃ目覚めが良い良い良いです。こんばんは。ドゥドゥルドゥドゥドゥ。なんか前髪の調子も謎にいいし、なっちゃんかわいい、やったね、なっちゃんかわいい、いただきました。あ、そうだ、バナーを私は変えようと思ってたのよ。なのに変えようと思いながら携帯いじってたら気づいたら寝てましたね。寝落ちしてたな。お、ラグビーが始まるの？ラグビー禁じられた遊び見に行きますか？それなんか怖い映画だっけ？橋本環奈さんで撮るやつ？え、なんか怖い系の映画ね、一個見に行きたいよねってずっと思っとる。今年なんかホラー系を摂取してないので、日本対チリ、おお、日本対チリ、頑張れ日本。バナナはおやつですか？おー、おやつなんじゃないかな。おやつに入ります。ニキヤくん、キノコありがとう。電化会さん、星ありがとうございます。セイヤン、花畑みたいにして、花束ありがとうございます。令和貞子と言われているのね。直接会ってな話し会とオンラインお話し会、どっちがおすすめですか？それはどっちもだね。どっちもおすすめなんだけど、会える、直接会える、なんか直接会えると直接会えないかの違いだし、みんながそこに来てくれるかお家からできるかの違いですね。わ、そっか、ラスト星投げ。しゃっくり、ラスト。でもじゃあ明日お昼前に、お昼から変わるんでしょ星が。明日お昼前に配信してみようかな。ちょっとこれをラスト星投げにせんので。明日朝配信しようかな。朝配信9時から変わるのか。じゃあ明日朝配信してみようかな。じゃあ明日朝配信するね。こんばんは。趣味は旅行と神社仏閣巡りです。5時、いや5時はさすがに、7時半ぐらいから
ちょっと配信しようかな。あ、9時でまたぎ配信してみてって、それもおもろいあの変わる瞬間をまたぎ配信もおもろいな、それもあり。おはーおはー、今日はちょっとオレンジメイクにします。オレンジなメイクにします。なにこれ超かわいい、リスか、耳長、耳長リス。なんかこういうやっぱりちゃちゃっとしたちゃちゃっとしたメイクの方がいい感じになるの。なぜなぜ、何なんだろうねこの現象は。あーそっか、明日の9時でアップデートが必要になるから、またぎ配信というものはできないわけか。にゃるほどにゃるほどにゃるほど。なっちゃんのギャルメイク見てみたいって。ギャルメイクね、つけまとかさあんまなんかつけんけん、つけてみたさはある。なぜなぜ、まあそうバナーを私は変えなきゃ。多分 URL はこのまんま飛べるから、画像をね変えようと。画像を変えるよ。かわいい画像作ってくれてありがとう。使わさせていただきます。どうだろう、変わったかな、変わりましたか。あ、変わってる、じゃーん。この上のバナ、あれなんか画質が悪い、なんか画質があれかな、私の保存方法が悪かったかも。上のバナーから飛べまーす。お話し会待ってまーす。11月23も行くわーって。11月 23?23? 待って、もうちょっと待って、いろいろ追いつけてない、ちょっと待ってくれ待ってくれ。もうこ今月は今月は公演やらなんやらいろいろ多くて、ちょっと待ってくれ待っておくれ、いろいろとわかんない状況になっているぞ。なんだなんだ、11月20、待って待って待って、お話し会、お話し会か、直接会える。あ、11月やわ、私9月かと思って、あれ9月23なんかあるっけって思ってしまう。お話し会ですね、待ってます。お話し会、なっちゃん探偵の日、なっちゃん探偵さんに探られに来てください皆さん待ってます、探られに来てください。
誕生日に近いのは福岡かのー、そうじゃのー、誕生日に近い日付あるのめちゃめちゃ嬉しい。後ろめたいことは何もありません。それはよろしい。なっちゃんは人見知りしないって、え、何それ、人見知りするわけないじゃん。お話し会ではね、人見知りはしませんよ。こんばんは。うまい。こんばんは。私が今日なぜこんなにホワヤンホワヤンしているかというと、さっきカレーを食べました。やばいね、私やっぱ本当にカレーのスパイスがめちゃめちゃ効く人だわ。ホワホワしてる。ジョージさん、キノコありがとうございます。手作りカレー違うよ。でもカレー作りたいな。うん、ラグビー日本トライ。ココアさんのブログになっちゃん登場。昨日撮った写真かな。私もココアさんと一緒に撮った。ネイルに乗せますね、また。バターチキンカレーですか。残念。ね、何だったっけな。欧風カレー。なんかよくわからん。ビーフカレー？ビーフカレーです。欧風ビーフカレーみたいなやつ。バターチキンカレー、私あんま食べたことないよな。バターチキンカレーって甘いんですよね。ふわふわラジハンです。福岡で開催してくれるから久しぶりに福岡に行けるよ。まあ待ってるよ。唐揚げたらふく食べたからお腹ポンポコになった。なってて苦しい。そりゃあね、唐揚げは。唐揚げをたらふく食べたらお腹ポンポコになりますよ。それは幸せのポンポコですよ。どうする、家休みようと思ったらラグビーしてた。今日ラグビー日本対なんだったっけ、チリ。カレーなカレー食べた。うん、カレーにカレー食べたよ。こんばんは。ずっと昨日のアーカイブ見てた。おお、ありがとう。こんばんは。カレーはお肉をビールで長時間煮込んで作ると美味しいのよねー。ビール、なんかビールってさ、なんかいろんなものにさ使われるよね、ビールって。ラグビーワールドカップ日本初戦な、頑張れ。なんかビールってなんかにも使わん、カレーだけじゃなくて唐揚げ、なんか裏技であるよね。ね、カムカムマスカットがめっちゃ食べたいんじゃけどさ、みんな売っとるの見たことある。夏はグリーンカレーいけるタイプ。グリーンカレー食べたことない。グリーンカレーってほうれん草なんですか、あの緑は。ラグビー日本追いついた。うん、話し会申し込まなきゃ。待ってます、全日程。カレー食べてツヤツヤで配信をするなっちゃは思いません。いや、そうね。マサパンダくん、こんばんは。なっちゃんです、こんばんは。なんとバタチキカレーは美味しいです。
私カレー屋さんのナンが食べたくてカレー食べに行くことあるよ。ナンってめっちゃ美味しいよね。私小学校の給食でナンが出る日めちゃめちゃ嬉しかったもん。そこから私のナン愛は始まりました。ナンってなんでこんなに美味しいの、なんなんって思ってました。呪術廻戦しびれ事変、いやマジで呪術廻戦終えてなくて、まさかのワンピ沼にハマってしまって全然終えてない。あそう、私のお父さんネットフリワンピにハマりすぎてもう今出てるやつ全部見終わったらしい。私より見終わっとるっていう、私よりめっちゃ見進めてるっていうね。そう画像をね、画像をあのお話し会の日に着るお洋服たち昨日決めたので画像を切り替えなきゃ。こんばんは。長野で STU のイベントしてくれると 1000% 行くのにな。長野ね、今7対7。え、ラグビーってそんなテンポンポコ入るんだっけ。振り袖お話し会したがいとるのに成人式にいなくて悔しいなり、ウィーン。振り袖お話し会はめっちゃ思い出に残るね。私事ですがバターチキンカレーを何ではなく米で食べるのに沼ってます。美味しそう。バターチキンカレー私人生で食べたことないかもしれない。お、846日連続配信ありがとうございます。肉でコーラ煮ても美味しくない。それかな、私それかもしれん。なんかビールじゃなかった、コーラ、コーラもな、コーラもいろんなのに使うよね。お、シミヤンさんこんばんは。15、22、29、30の公演見に行きます。夏希ちゃんにいっぱいアイドルありがとうてか今月マジでいっぱい会えるから楽しみだね。え、私さ22の花だれも出るんかめちゃめちゃ嬉しいことですよ。本当に嬉しいことです。電車の中でミカマルとね、メカマル間違えた、メカマルとミヤちゃんの回想シーン見て号泣したけど、夏懐かしい。え、てかあの青エクが始まるんですよ、また新しく、また新しくっていうか何だったっけな、うわなんかね、なんとか編、新潟だったっけ、違う何だったっけな、そう青のエクソシスト始まるからまたちょっと見なきゃと。青エクタコは大根ネタだ、えマジそれ。キャムキャムマスカットに出会ったことある、まだ出会ったことないの。そう、ただいま二次受付申し込み中。チーズナン、セブンのチーズナン私なんか見かけてさ、どうなんじゃろうと思ってさやめたいよね。チーズナン美味しいんだ、ちょっと今度食べてみよう。なんて美味しいなんなんなんでやろうな、おかしいな、もう寒いわ、なんでやろうな、なんでやろうな、チーズナンはなんなん、最高なんよ。なんと言ってもチーズナン、チーズナンがあったら絶対になんと言ってもチーズナンを選びます。なんなんなっちゃんに、なっちゃんにビールかけて煮ると柔らかくなる。あ、じゃあビールのお風呂に使ったらめっちゃ体柔らかくなるかもしれんってこと、ありか。ワンピーステレビ放送ほぼ毎日見て、お、アニワンで見てるんですか、集合。でもなんかあのギアフィフスの時は見た早起きして隊長なん3連発のダジャレは反省会です。あ、嘘や反省会5連発ぐらいいけたかな。なっちゃんを略したらなん、確かに
私って私のルーツって何なのかもしれない。なんなんみょんなっちゃんみたいな。ワンピは10年前で止まってるって、いや普通にさ10年もさ続いてるのやばいよ、10年以上続いてるのやばいよね、やばいよね、すごって思う。ルフィはいつ海賊王になるのでしょうか、何年後かな。でもさ、その海賊王になった後もさ話さ続けること可能じゃんか、マジですごいよな、一生続くかもしれん。オクトーバーフェスのソーセージ美味しかったよ。オクトーバーフェス、オクトーバー10月トライしたら5点、トライ後のキックで2点、すごっ、5点入るんか1回で、すごいな。髪がデビュー当時より短くなった、そうだね、一番短いかも。そう、青エク Great to see you in Osaka。 ゴキザリついに大阪に来るの、ごやっとやね、海外の方も日本に来て。会いに来てくれるの今週、もう今週か、そう15日のチャートにも出まーす。15日、あれチケット持ってるな、あもうそれはもう私に会いに来たんですよね。え15日のさ15日のチャートリってあの台湾だっけ、台湾か。こんばんは、おいもちゃん、ナートありがとう。あそれだ、アホのエクソシスト島根、えこれなんやっけ、これなんて読むんだっけ、そうなんとか編っていうのがあの漢字で書いてなんかあのカタカナ読みのやつなんよ。うわーなんかあれなんよ、なんかあのなんとかだよねって人が言うやつ、なんとかだよねって人が言うやつのあれなんよ。なんかめっちゃその人がパッて頭に浮かんだ。おいもちゃんハートもありがとう。うわなんやっけ、思い出せそうで思い出せん、悔しい。15日ご飯食べてた申し込みはダメじゃんそれ。四国とか髪短かったら今の時期涼しいよね、そう涼しい。イルミナティ、イルミナティ来日もし、そう髪めっちゃ短いよ。 NMB さんで誰が一番好き、 NMB さん、なぎささん、いこもなぎささんめっちゃ可愛いと思う。でもやっぱり私は同郷の山本美香奈さん、山本美香奈さんラブラブイです。あんなあんな素晴らしい方が山口県にいらっしゃったのね、どこにいたんだろう私生まれてこの方山口県に結構いたけど、あんな絶世の美女すれ違ったことない。こんばんは、というか昨日のお見送りよみたいな感じで気遣いとった感じだったけど、いやそう気づきましたよ。あっ僕青は誰推しですか、僕はをちょっとまだあんまりわかんない、センターの子ぐらいしかわかんない。あの曲めっちゃいいよね、
山口県美人多いよね。ピカルンね。山本ひかるちゃん、ひかるちゃん応援しとりますよ。ショールームフォローしてます。ツイッターも、あ、X も。気づかないですれ違ってたかもしれない。確かに覚えとるもんなんすね。いや、よって言われた瞬間にあっって思った。うんーって思って見とったらよって言われたけど、あっってなった。こんばんは。結婚するなら山口県の女性がいいや。結婚って何？結婚？結婚と結婚は全然違って、結婚かな。今度からよで行くのって、どういうこと？私はよって言わんよ。山口麺って何気にみんな個性強いですね。クラクラします。いや、そうよ。結婚と結婚は間違えてはいけません。山口県の女性結婚好き。いや、結婚と結婚を間違えとるんよ。これも結婚してください。結構です。結構ですって言い返すよ。結婚してくださいって言われた件、私は結構ですって言うよ。結構してください。パカッ。だって結構してくださいって言われた件、結構ですって結構しました。結婚してくださいって言われたらパカッやけど。サイリウムって夏木だから黄色と緑と黄色のイエス。覚えやすいですよ。変わるそば結婚美味しい。いや、それ結構な。その件はもう結婚です。ちょっと間違えた味噌、めっちゃ可愛い味噌めっちゃいじるってさ、私はいじってないよ。コメント欄でみんながいじり出したんだもん。みんながいじり出したんだもん。その間違いに乗って、おいもちゃん結婚してありがとう。ノリがいいですね。大喜利大会始まりました。みんなが始めた物語だからね。覚えやすい。私のペンライトカラーは覚えやすい。私の名前の夏木のそのまんまのイメージなカラーです。で、黄色と緑ってめっちゃ見つけやすいんよな。なんか私最初黄色と黄色だったんだよね。私黄色黄色、いや本当に加入してどんぐらいの間やったやろ、黄色黄色やったんやけど、アーシャが変わるタイミングかな、アーシャが変わるタイミングとかで緑黄色に変えたんですよ。すごいその判断良かったなと思って。めっちゃステージから見つけやすいの、黄色と緑。天才だなって思います。なっちゃひどいってこの野郎、この野郎。結婚いじってすみませんっていう。まだ続いとるんよ。じゃあ今日はそんなみんなとの結婚記念日だねってうまいこと言うじゃないですか。結婚記念日みたいに言わないでください。まあまあ滑るよりも、そうよ、本当に普通に滑ってしまうところやったん、打ち間違いで滑ってしまうところをね、あえていじってくれるっていう優しいコメント欄の主がいらっしゃる。広島から山口は結婚近いです。そうね、結婚間近よね。うん、色味もめっちゃ綺麗。そう、黄色と緑私大好き。いや、意外となんかね、世の中にね黄色と緑のものってさ、あのあるのよ。ほら、例えば私のこの大好きな濃茶とかも黄色と緑でしょ。1個しかなかった。そう思ったら1個しかなかった。あ、カムカムレモンもさ、ほら黄色と緑じゃん。2個目見つかった。
んぐらいしか見当たらんかもしれん。そんぐらいしか見当たらないな。こんばんは。今日の日が記念日、イエス。ノアピみたいに3色にしない。いや、みんなの手が大変でしょ。でも、もっと人数増えたらね、3色になるかもね。初心者マイクとか確かに。親御さんへの結婚報告ちょっとさ、普通に結婚報告しに行きますって言ったら、おお、結婚報告かって。普通になんか流し聞きしちゃうよね。ビタミンカラー私、うん、トウモロコシも、まあまあ、なぜ私たちの腕は2本なんでしょう。千手観音並みにな腕があったらな、ペンライト何色も設定できるな。でも最大で何色ぐらいいけるんやろ。でもね、黄色と緑を22とかで持って4本で持つっていうのもね、めちゃめちゃ身につきやすいけどね。最大8本。そうやね、手の構造的に。黄色と緑はブラジルっぽい。確かに。こんばんは、こんばんは、キュ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 、こんばんは。日本人だから日本か。そういうことね。千手観音様にペンライト持たせたらね、ファンキー千手観音さんでした。いっぱい手があるとペンライト持ちながら振りこび、そうやね、後ろの手でペンライト持って、うおー、ゴロミのダンス、ゴロミのダンス、マジでおもろかった。あかりんさんのビレッジヴァンガードのグッズ、昨日ねお写真とね動画をね撮らせてもらって、広報担当に、一日広報担当に携わらせていただいたんですよ。よかったら私のインスタとあかりんさんのねインスタに動画載ってるんで、あの階段での写真は、あ、渡辺が撮ったんだなと思っていただければ。あの動画マジでおもろかったよ。途中でさ、ブチって切れとるやん、ゴロミのダンスって。普通にドアからさスタッフさん出てきて、あっみたいな感じになったよ。ゴロミのダンスって言いながらね、そう。でもね、そう、私がなんかあの写真のやつを、写真のとこ長押ししたら動画撮れるじゃん。それで撮っとったけん15秒しか入ってなくて、途中でブチって切れちゃってたの。うん、おっこつくんないよ、かわいいでしょ。千手観音は42本なのか。自作うちわってなっちゃんからしたら嬉しいもんな。え、めっちゃ嬉しいよ、作ってくれるってこと。なっちゃんと福ちゃんの絡みとても好き、嬉しい。私も大好きです。なっちゃんじゃなくてなちゃーって唯一呼んでくれる先輩。なっちゃんもビレバンにはしたい、出したい。なんかマジでなんか何に使うんっていうもの出したい。マジでさ、これ何に使うんっていうものをさ出しても怒られそうなの。ビレバンさんぐらいしかなくない。ゴロミのダンス、
なっちゃんが辞めた黄色黄色は今3期生さん、3期生さんって何?3期生のを使ってるんだね。でも私がさ、私がね、私がさ、ペンライトカラー黄色黄色にしてた時めっちゃいたのよ、黄色黄色が。コウコさんと門脇さんかな。私さ、事前にさ調べたつもりだったんやけどさ、なんかこんなに被っとるっていうのをさ知らんくてさ、でうわみたいな。それはちょっと先輩方に申し訳ないと思って変えたんだけど、確かに今はもうそのカラー枠が空いてるのか。五条くん送らねば、待ってるよ。何をって、そう、福田さんだけの呼び方ないよ。服を買うときってフリーサイズやと袖が長かったりしはります？いや、そんなことはない。そんなことはない。でもオーバーサイズが好き。あの動画マイキューさんの声かと思って、マイキューさんが撮ったんかと思ってたってよく聞いたらなっちゃんだったってハッシュタグなっちゃんスタイルをブランドに。そう、え、私さ、あのあかりんさんのさプレートあるじゃん、ビレバンの。あれをさ、なんか DIY してさ、あの時計にしたいんやけど、あれめっちゃ可愛くない？アクリルプレートだっけ。あれさ、なんか最近のさ DIY ってすごいのよ。なんか真ん中に穴開けるだけでなんか時計の針つけれるやつあって、ちょっと穴開けるのあれやけど、でもさ、お皿とかってさ、ご飯食べるときにあんまりさ、なんて言うんだろう、ご飯食べたらさ、ご飯を置いたらさ柄見えなくなっちゃうじゃん。あれさ、真ん中に穴開けて DIY して時計にしといたらずっとさあの可愛いの飾れるなと思って、それ良くないっていう。あがりんさんファンの皆さん、ぜひ DIY をできるよって人やってみてください。僕も黄色黄色です。なんで黄色緑じゃないんですか。うん、なっちゃんはワンちゃん、ぬっちゃん呼び、いや振り向きませんよ。たけぴっぴー、なつきちゃんにお話ししてみたいです。え、待ってます。お話か、今ね二次受け付け中なので、絶賛直接会えるのとオンラインもありますんで、よかったらこの上のグリーンのバナーから飛べるんで待ってます。ぜひ時計にして。そう、誰か時計にしてみて。え、あのプレートってか、あかりんさんのさ描く絵ってさマジ可愛いよな。なんか多分なんかいろんな人のイラストをボンって見せられて、あのどれがあかりんさんの絵でしょうって言われたら私分かる自信がある直接会ってみたいで、わ、じゃあ直接会いましょう。ぜひ予定を立てていただいて。サバさん、キノコありがとう。今ちょうど私の顔面にキノコが出現してきた。毒キノコが、毒キノコ。これってさ、私の画面でさ表示された場所にさ、みんなのところにさキノコ表示されたのかな。どうなんや。幕張ですって、待ってる。幕張2日間あるやん初日とラスト日、最終日あるから、どっちも待ってるよ。直接のなっちゃんは本気の可愛さ。いや、そうよ、ほんまに。直接会いに来たことがまだないよって方は会いに来てください。キノコ顔面直撃。たまに微妙にずれて私の顔面にキノコをぶつけようとしていますか、皆さん。2度目の訪問の方がすごい、3連ちゃん。ラストに行きましたねって初日も待ってますあ、今日は普通の配信です。夏き雨やな。そう、雨やな。なんか関西の方めっちゃ雨ひどいらしいな。みんな気をつけてな、雷とかも。初日仕事ぷえん。じゃあオンラインに来れる日来てください。
24時間テレビの時直接見た時ビジネスありがとう。お、今回は大阪も行けそう、楽しもう。おととしのなっちゃんの生誕祭は行ったことある。おお、おととし、おととし懐かしいね。うん、こっちに来よるんかな、この雨と雷。ちょひょっとも待っとるで。福岡広島行けるのかわからんのに応募しちまったよ。あ、すいません、その日空いてますよ。日本逆転、五郎丸出とるん、出てないか。直接会うとこんなに小さいのかと抱きしめたい衝動に駆られるレベル、ムフムフ。抱きしめちゃいけないな。五郎丸はもう代表ではない。あ、そうなの。今回は実習中でも会いに行きます。待ってる、ちーちゃん。ん、なんか私あの片方だけ眉毛上げれる人ってめっちゃかっこいいなって思う。ん？みたいな。ん？ん？みたいな。それを誰かできる人いません？片方だけ。ん？あ、お、あ、いい、今いけた、今いけた。片方だけ眉毛上げるやつ。それをできるようになってみたい。え、待って、これじゃないっけ、五郎丸。これ？これ？ 2 個か、2本か。こんばんは。五郎丸さんは白米がめっちゃ好きだし、本当に？一つ前の時代なんだ。あんま笑う。よくやってますって、すごい。できる？みんな。MOさん、こんばんは。あ、ド M とかそういうわけじゃないか。イニシャルだった。かわいい。元気な高校生だって。楽しんでね、高校生ライフ。月影さん、レインボースターありがとう。片方の眉毛上げるのできました。リアルお話し会は参加するべき。皆さん、ぜひ、なんて、会いに来てください。お、見て、めっちゃめっちゃ片方だけ上がってない。むずい。私こっちの筋肉の方が発達してるわ。こっち側できない。じゃあこっちが私利き顔なのかな、左が。え、今日200歩しか歩いてないですって。私も多分いい勝負だと思うよ。トイストーリーのバズマジで上手だよね、それ。バズ、バズをお手本にちょっと練習してみる。トイストーリー、え、本当にトイストーリー5発表されたの？なっちゃんイケメン、みんなよりイケメンなの私。みんなより、みんなよりイケメンなの。待って、私何を調べようと思ったんやっけ。うわわ、待って、何、な何調べようと思ったんじゃろう。
ちゃった。なんか調べなきゃいけなかったのに。はぁ、失礼しました。ついウサギが出てしまいました。おい、ちいかわに罪をなすりつけるでない。後ろのぬいぐるみは誰？あの呪術廻戦のお骨ゆうたくんです。お骨です。何の作り方でも調べる。確かにそんなんでもありやな。月乃さん昨日こうありがとう。ラグビーのルール、え違う、うん、なんか今さ見てさ、そうお骨くんです。お骨、お骨抱きしめちゃいけないな。ルル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 ルお大官様、なーのなーの、なーぜなーぜ。え、顔かっこよくない？お骨、どうもお骨、なつきです。お骨くんの顔にキノコが生えたんだけど、リカちゃん出してみるよっていじれるんだろうね、絶対に。いたどりだっけ、いたどりくん。ええやん、お骨のつき。ええやないか。五条なつきです。どうも、五条なつきです。五条って名字めっちゃファビュラスよな。ファビュラスですよ。最近ね、餃子が食べたい。餃子か、え、なんかが食べたかった。餃子かカレーか、あともう一個なんかが食べたくて、今日カレーを達成したんですよ。だから私の脳内事情分かるわけないよね。これで私が食べたいもう一つのものを当てた人はもう、それは結構やな、それはもう結構間近やな。餃子。ファビュラス。水餃子、サバ缶、ハンバーグ。あ、ハンバーグもね、ちょっとは食べたかったかも。ちょっと。肉汁が。ラーメン。いいね、ラーメン。なんかこの前。一蘭を見て、すっごく一蘭に行きたかった。めっちゃご飯食べた後なのに、なんか一蘭を見るとすっごい一蘭が食べたくなったんよ。ですっごい恐ろしいなって思った。すっごいお腹いっぱいご飯ちゃんと食べたのに食べたくなる、その胃のキャパを上げてしまう一蘭って恐ろしいって思った。生きようぜ、生きようぜ。話題を変える。餃子フェスの餃子めっちゃ美味しかった。なんか福岡のやつが美味しかったですね。あ、焼きビーフン美味しいよね。麻婆豆腐、私餃子作るの前自信あるんだけど、餃子パーティーせん、塩、私もあの餃子の包むのほんまに上手。あの普通の人やったら、いやこれ身飛び出ますぜってぐらいの身をパンパンに詰めれる技術があります。
あります。あと羽つけるの上手、羽つき餃子、つけ麺、ケンタッキー、ローストビーフ、里芋、あピザ、チキンバーガー、チンジャオロース、あーチンジャオロースいいね。かなかなさん、なっちゃんフォローするねって、ありがとう。よかったらお話し会とかも待ってるよ。かなかなかな迷い込んだ心の森檻どっち、森、私かなかなかな、せめてこっち振り向いてよ、言葉にできなくて、16の夏、トワントワントワン、シューマイ肉吸い、ウエル、アイディジョー、階段登りたくなる衝動。一覧、一覧の、あ、一覧の頼み方の裏技、ね、あのなんか青ネギと白ネギってあるじゃん、それをぐるーってあのでっかい丸で2つとも囲んだら、あの半分ずつになる、半分ずつ青白になるっていうネギがね、それぐらいしかわかんない私。餃子食べたい。あ、でもこの前さ、おでん、コンビニおでんってもう出てるのかな、準備してるコンビニを見つけたんだよね、おでんのキーマカレーかモーニングのプレートくらいしかできんわ。すご、料理男子、森か、心の森、わ、思い出せん。私が食べたかった何かは思い出せません。何やったんやろうか、絶対に餃子かな、餃子かな、餃子だけか、そんなのかもしれない。ハヤシライスいいね。うわ、牡蠣、てかこの前久々に牡蠣食べて大優勝しました。生牡蠣と焼き牡蠣食べたんだけど、なんかいつもだったら全部生牡蠣じゃなかった、焼き牡蠣にするんだけど、え、ちょっと生牡蠣食べてみようかなと思って食べた生牡蠣が美味しくておかわりしましたね。はい、生牡蠣美味しい。ちょっと今年は生牡蠣にハマってしまうかもしれない。ハンバーグハヤシとか、そんな夢のような食べ物あるんですか。こんばんは、こん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 、こんばんは、みんなこんばんは。牡蠣尽くし、牡蠣汁も食べました。あたいは牡蠣食べると打率が高くて、あー打率高め、私余裕なんですよ。私何かとお腹が余裕でございまして、あの強くて、生牡蠣は大丈夫なの。いや、ここ広島ですから、あと私お腹が強い。ゆきりくが今日朝の X の写真が牡蠣だったような、それはどういうことでしょうか。はい、察しのいい方は分かりますよね。香ばしいですね、とてもその写真は匂いますね。鍋の香りがしますね。匂わせだち。くんくん。
れ当たれって、もう当たる期間は終わってますから。でも私のさ、私の家系はさ、あの両極端なんよ。めっちゃお腹強いかお腹弱いか。お父さんめっちゃお腹弱いんですよ。なんかもう本当になんかジャンキーなフードを食べるときはもうお腹を壊すこと前提で食べるっていうぐらい、そんぐらいあのお腹壊しやすいんですよ。それが似てしまったのが私の兄、うん、そう私の兄なんですよ。でそのまたね真逆でお母さんめっちゃ強いの、お腹、お腹強くてなんかもう何食べても、なんか何食べて、なんか誰かがお腹壊しとっても一緒のもの食べとってもあのだいたい余裕みたいな、私と全く一緒なの。そうだから面白いなと思って、遺伝ってだいたいね、あのお家のトイレ、まあ、2つあるのがね幸いなんだけど、あの1階のトイレはマジであの取り合いになるよね、お父さんとお兄ちゃんで。こんばんは。いや時たまさ1階と2階さどっちにもさあの1人ずつさお兄ちゃんとお父さん入っとうことあってさ、なんか困ってしまうね、人がね出ることもありますよねっていう、不思議だよね。お腹そんなに強くないけど腐ったっぽいもの食べてもない、やばー、それは強い。生ガキしか勝たないかな。いやなんかね生ガキの良さに気づいた。なんか今まではなんか焼きガキしか勝たんやろって思っとったけど、こう非常に香ばしい。まだ鍋のシーズンには早い。そうね早いけど、まあ鍋って年中いいよね。やっぱ鍋って年中旬やんとか言うてみる。もう濃い茶が好きすぎて濃い茶の擬人化になってしまった。つつ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 、なんか可愛いカチューシャみたいになったね。カチューシャ、牡蠣の時期はこれかな。確かにフライングしてしまったかもしれない。フライング牡蠣、フライング牡蠣なそう。男のが何かと神経使ってお腹弱いとかありません？ワイもそうだけど、いやでもね思うわ、なんか男女でさ、なんかなんて言うんやろ、我慢強いとかそういうのじゃないけどさ、なんか痛みにさ強いよね、あの私たちの方がって思う。なんかそれは思う。牡蠣って美味しいよね。こんばんは。そう、渡辺はいつでも旬でございます。南半球に行ったら大丈夫。茶摘み娘、茶摘み娘か、何それ。広島のサンリオ行ってないです。そう今日時間経つの早い。確かに明日は日曜日だから、あ間違えた、月曜日だからかな。21時になったので七並べするとすっか。じゃあみんな日曜日ラストの締めくくりは七並べしましょうよ。じゃあこのあと3分おきの12秒に、6分から始めようかな、3分おきの12秒に
10時まで七並べします。七並べで会いましょう。サンリオノベルティのあっちゃん分かっこいいじゃんね。なんかさ、広島サンリオのノベルティなんかめっちゃさ、シールさ、なんかスマホの裏に挟めるぐらいのサイズだと思っとったんよ私。めっちゃでかいってマジ3分おきの12秒です。かっくんワイプさん、夏木推しにセットしてます。夏木が尊い推し、私推しイコール私ですよね。推しが尊い、ありがとう。さあ3分おきでいきます。3分おきで、では週末の締めに七並べで会いましょう。壇上見ます。13位ホタテサマーさん、ありがとうございます。12位ニチャさん、ありがとうございます。11位無色パンマンさん、ありがとうございます。10位カルカンさん、ありがとうございます。9位アキヨシさん、ありがとうございます。8位ジドクさん、ありがとうございます。7位ケンジ、ありがとう。6位ユッティさん、ありがとうございます。5位シゲさん、ありがとうございます。4位ウムちゃん、ありがとうございます。3位ジョージさん、ありがとうございます。2位月影さん、ありがとうございます。そして第1位天下界さん、ありがとうございます。おーポッポッポッポ。ではこの後6分おきの12秒から3分おきにの12秒に七並べするので、ゴールデンベッツタイム GBT よろしく。そう、明日からお明日から星制度がなくなるから、明日の9時ぐらいに変わるらしくて、なので明日7時半ぐらいから朝配信するので、みんなラストの星投げ、星貯めておいてね、星集めといてね。ラストの星投げを明日の朝配信でやりましょうそれでは6分12秒から始めます。ではまたねー。七並べで会いましょう。チャオ。7時半から配信します。ラスト星投げ、投げ納め、じゃあね。